はい、こんにちは、美容師ののです。今回はベリーショートを軽くする、そういうセルフカットのやり方について話していきます。今回スキバサミを使って全体的に軽くしていきます。ベリーショートが伸びてくると重くなる部分といえば、ショートと同じようにこの耳周りということもありますが、表面の方ですよね、ここのボリュームバランスというのが崩れてきます。なのでこの耳後ろをスッキリするということをプラスして、この表面の重さをどう解消していくかということが非常にポイントとにもなってきます。ですのでショートスタイルと違ってチェックするポイントがね、いくつかありますので、ぜひね参考にしてやってみてください。ということで今からやっていきます。ではこれで始めていきます。まずね、すきばさみを使う前にブロックを取っておきましょう。横と後ろという形で分けておいてからの、今回ね、後ろは上の段と真ん中の段と下の段という形で3段に分けていきます。横に関しては2段でやっていきます。ではこれでやっていきます。まず軽くする部分といえば、この襟の長さですよね。ここはすきばさみで縦に毛先の方を軽くしていくような感じでやっていってください。この時毛先がペラペラにならない程度で少しずつやっていってください。そしてある程度軽くし終えたら、この束を持って1回ぐらいとかつまんですきばさみを入れていく、そういう感じでやっていってください。そして耳後ろにもう一回ちょっとしっかりめで2回ぐらい入れていく。反対の耳後ろの方もこんな感じでやっていってください。これでちょっと触ってどのくらいかなというのをね、ある程度ね確かめてみましょう。これでまだねすごく重いわっていう感じであれば、もう一回ちょっとね毛先を軽くしてつまんでもう一回という形でやっていってください。こんな感じで、はい、次が真ん中の段に入っていきます。この真ん中の段に関してはちょっとつまんで中間に1回毛先に向かってずらして1回という形です。ちょっとねこれを束を持ち上げつつ中間に1回という形にやってます。降りた状態ではなくちょっと持ち上げてという形でやっていってください。こんな感じである程度触ってみていってください。この後やはり耳の上の方をもう一回ちょっとね軽くしていきましょう。今度はこの表面の方を軽くしていきます。ここの表面はね軽くちょっとねじりながらやっていくのも一つのポイントでもあります。でねじって軽くするときはこう中間です。やや毛先寄りでちょっと毛先従ってずらしていくという形でやっていってください。このねじるってすきばさみを入れることで無造作感が出しやすくなります。つまり動きが出しやすくなるということにもつながりますので、そんな感じでやっていってください。このねじってすきばさみを入れるというのは、今ね表面だけにありましたが、この真ん中の段とこの下の段でも活用しても全然構いませんが、下の方はやりにくさが若干出てくるんじゃないかなということにはなってきます。こんな感じ、少しずつね軽くしていってください。これでねしっかりね後ろの毛を触ってみてどのくらいなのかっていうことをある程度はね触って感じておいてください。それじゃあ次横に入っていきます。下の段と上の段という形に分けていきます。まずこの下のラインを軽くします。この時はね軽くやっていってください。しっかりとねすきばさみを入れるわけではなく、少しほど束感が出るように軽くする、そういうイメージでやっていってください。束を持ってという感じでやっていってください。もちろん耳後ろというのはちょっと重くなりやすい場所でもありますので、もう一回軽くやっていってください。確かにここら辺はこの耳周りというのは重くなりやすいですが、そうかといっていっぱいやりすぎてしまうともうペラペラになってしまいますので、確かに多めにすきばさみは入れないといけませんが、やりすぎにはご注意ください。そして次この表面の方を軽くしていきます。表面に関してはちょっとねじっていくのもいいでしょうね。1、2、3回転ぐらいしてという感じでやっていってください。1、2、
3回転ぐらいして点ぐらいしてという感じでやっていってください。表面の束をもうちょっと持ってねじりを3回入れて中間からちょっと軽くしていく。こういうことで動きが本当に出しやすくなります。何回も何回もやりすぎていくと短い毛が本当にいっぱいできるので、何回も言いますがやりすぎにはご注意ください。こんな感じで反対の横も軽くしていきます。まずは下のラインをやや軽くしていく。そして束を持って耳後ろの方をちょっと軽くするという感じでやっていってください。次は表面の方を軽くしていきます。 1,2,3 ねじって中間、ちょっと毛先に向かって1回2回3回という形ですきばさみを入れていってください。こういう感じで軽くしていってください。そして前髪に入ります。前髪の軽くするやり方は結構ね重要なポイントがあります。どういうことかというと、これもしっかりブロックを取って下の段と上の段という形で分けて軽くしていってください。ブロックを取らず軽くしてしまうと非常にね失敗リスクが上がりますので、そこら辺はねご注意ください。前髪に関しては人それぞれ好みというのはあります。厚めにしたければそこまで軽くしないということが必要にはなってきますよね。なので、まあ前髪に関してはやや毛先寄りでちょっとだけ軽くしていく、そういう感じでまずはやっていってください。少しほど下の段の毛先は軽くした、この表面の方ですよね、ここの方をしっかり軽くして動きを出したいということであれば、もう一回ねねじるように3回ねじって中間に入れる。こんな感じで全体的に軽くしていく、そういう流れをやっていけば全体的にね均等に軽くなっていきます。はい、ということで今回はベリーショートが伸びてきた時にセルフカットで軽くしていく、そういうねやり方について話していきました。簡単にねまとめておさらいをしておくと、ベリーショートでもブロックを取ってください。まあ横と後ろという形で分けておいてください。後ろに関しては表面の方、上の段と中間のところ、そして下の段という形で3段に分けてください。横に関しては2段で下の段、上の段という形で分けておいてください。前髪を軽くする場合であれば、下の段と上の段という形でしっかりねブロックを取ってから軽くしていくようにしてください。そしてね下から順に軽くしていく、そういうやり方をやっていってください。耳周りは確かに重くなりやすいです。ただやりすぎてしまうとペラペラになってしまって頭の形が非常にね悪く見えてしまうことがありますので、ぜひぜひねしっかりは軽くするんですけど、やりすぎは本当ねご注意ください。表面の方はちょっとねねじりながら3回ぐらいねじって、この中間から 1,2,3 という形でね入れていくやり方もありますので、そんな感じでやっていってください。ねじりながらやっていくと無造作感が出ます。つまり動きは出しやすいということにはつながりますので、ぜひね参考にしてやってみてください。ということで皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。